皆さんこんにちは、こんばんは。今回も倍数に関連した問題です。等差数列の知識が必要になります。問題をじっくり解いてみたい人は一時停止をしてください。まずは5足すと8で割り切れを解読しましょう。このように言われると難しいです。なので8で割り切れる数、8の倍数から考えていきましょう。8の倍数です。これは5を足した後の数になります。ということは5を足す前は このような数ということがわかります。これは8で割ると3余る数ですね。実はこの5と3余るには関係があって、足すと8になります。8で割ると3余るを式で表現するとこのようになります。1を引くと9で割り切れるの方は簡単です。9で割ると1余るです。四角に当てはまる数は8と9の交倍数のようなものということがわかります。最小交倍数は72です。8で割ると3余る数、9で割ると1余る数を書いていきます。ここまで書くと19が一番小さい数だとわかります。等差数列の式を使うと小さい方から四角番目の数がわかります。5番目は307でした。括弧2です。今度は2000に最も近い数を求めます。まずは今考えている数が2000ぴったりだったと仮定しましょう。等差数列を思い出して計算をすると小さい方からの番号がわかります。28番目です。この余りに注目してください。計算の途中に余りが出たのは2000ぴったりではなくちょっとずれていることを意味しています。28番目の数を計算してみましょう。と計算してもいいのですが余りを使いましょう。2000から37ずれているので1963と計算できました。2000に近い数が計算できました。でも待ってください、一番近いと言えるでしょうか。実は1963は2000以下では2000に一番近い数になっています。72を足してこの次の数を計算してみましょう。2000より大きくなりましたがギリギリこっちの方が2000に近いです。答えは2035でした。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。